やってくれ。グス、行きます。フーダに美味しいの？うまくね。僕にくんない？あ、生き物って何？ああ、看守なら台所にあるぞ。うるさい！違うよ。ああ、うん、ほれ。うわー！いかーって、違うよ。無駄遣いすんなよ。うるせえな、何なんだよ。あのね、今日お山でね、キコリさんがね、リスだ。もらったの、この子。どうすんだ？食うのか？食わない。飼うの。食うの？飼うの。食うの。早速食おうじゃないか。幸いここに裏の畑から任意にいただいた旬の野菜もあるでよ。リス鍋か、どんな味がするのやら。あのな、ライム、生き物を飼うってのは大変なんだぞ。飼いたい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 。おめえがきっちり世話すんなら。うん、するする。買ってもいいぜ。ありがとう、おたる。名前つけてやんねえとな、そいつに。リスは。もうちょっと考えた方がいいんじゃねえか。まんまじゃねえか、それじゃ。そっか。リスは。他にねえのかよ。リスを。よっしゃ、そいつは理想だ。ダメダメ。チェリーブラッドベリー、見て、ほら、理想だよ。かわいい。食うのか？買うの。でもネーミングセンスが悪いわね。うまそうじゃないか。そうね、私ならカスケードって作るわ。違うってば。リスのカレー、リスのグラタン、リスのオムレツ、リスのパフェ、リスの電楽、リス汁、リス鍋だ。そして鍋にはしらたき。チャース。ほら見て、ジェミニー、かわいいでしょ。ジェミニおー、ライムか。源内じいちゃん、ジェミニどうしちゃったの？ちょっと無理が過ぎてな。なに、ヒューズが飛んだだけじゃ、すぐ治るわい。こんにちは、ライム。すごい、治った。あ、ほら、ジェミニ、リスオだよ。こんにちは、リスオ。お前さんが飼うのかい、そのリス。うん。かわいいもんじゃの。うん。あ、そうじゃないもん。お前か。
ライム、そんなことしちゃ危ないじゃろ。これが乙女カイロの成長ってやつなのかな。生き物を可愛がるか。どうしたんだよみんな。おたる、どうしたライム。みんなが理想を捨ててこいって言うんだ。あい、おいおい、なんだってそんなことを。だって僕の大切な大切なおたるくんの写真の数々をめちゃくちゃにしたんだよ。お皿やお茶碗やお醤油差しとかもう一切合切めちゃくちゃにしちゃったんですわよ。せっかくおたると一緒に旅行する計画を立てるために集めたパンフをめちゃくちゃにしたんだよ。このリスは。そうか。そうだ、こんな凶暴な獣をさっさと捨ててしまいなさい。やだ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 、お友達だもん。ライム、もういたずらしないよね、リスを。なあみんな、もうちょっと様子を見てやってくんねえか。ライム、これからはリスの面倒きっちり見られるよな。うん、僕一生懸命面倒見るよな。おたるくんがそう言うなら。すまねえな。まあ、長い目で見てやってくれや。捨ててこい。いいから早く帰ろう。お父さん待って。時に新型セーバー喫下の準備はどうなっておるのじゃ。クブクリン完了しております。あとは出撃を待つばかりにございます。玉三郎とバイコーはそちらも抜かりなく。嵐は近いの。はあ、慌ててどこ行ったんだ。さあ、遊びにでも行ったんじゃないのかい。
しもし。もしもし？リスオ、どうしちゃったの？リスオ！言い過ぎちまったかなと思って。難しいの。おたらー！リスオが動かなくなっちゃったんだ。壊れちゃったよ。ライム、おめえ。源内じいちゃん、修理して。部品を取っ替えれば治るんでしょ？ヒューズとか、なんとかさ。こいつは、壊れてるんじゃねえんだよ。え？死んじまったんだよ。死んじまった？それ、どういうこと？ライム、死んじまった生き物ってのは、修理できねえんだよ。嘘。生き物とマリオネットは違うんだ。生き物には、決められた寿命ってものがあって、で、いつか終わりが来るんだ。僕が悪いの？誰のせいでもね。それが生きてるもんの定めなんだよ。理想、生き物にはいつか終わりが。それじゃ。まだ生きてるぞ。本当？医者だ。医者に連れてくんだ。ダメだダメだ。うちは人間専門だ。リスなど見れるか？そこをなんとかお願いします。リスなど見たとあっては先生のお名前に傷がつく。帰れ帰れ。ごめんくださいごめんください。この子、この子見てやって、お願い。リスを見るほど落ちぶれとらん。バカ言っちゃいけないよ。頼むよ先生、先生お願い。100万両出せば助けてやるぞ。くそ、ジャパネスの人情も地に落ちたぞ。ホタル、理想がなんだか冷たくなってくよ。どうすりゃいいんだよ。そこの人、そこの人、お待ちください。先生があなた方を呼び戻してこいとおっしゃられて。あっちゃ、見てくれんのかい。はい、先生にあなた方のことを話したところ、リスぐらい助けられなくて人の命が救えるかとえらく叱られまして。これでよしっと。このリスの体重に合わせて150分の1の分量で人間に使う薬をやってみた。あとはしばらく様子を見てみるしかないな。リスを死なないで、リスを死なないで。
本当にいいのか、ライム。うん。だってあの先生が言ってたでしょ、急に住処が変わったから病気になったんだろって。理想、また病気になったらかわいそうだもん。ライム、僕は山が好きだな。いや、海も好きだな。どっちも好きだな。ラッハッハッハッラッハ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 ッ。元気でね。リスオ、ダメだよ。君は森で生きなきゃいけないんだ。連れてきちゃってごめんね。それ。偉いぞ、ライム。おたる。あ、なんだ、これ。目から水が出たよ。僕、壊れたの？ライム、リスを好きか？うん。大切にしたいと思ったが。うん。その気持ち、忘れるなよ。おたる。生き物にはいつか終わりが。それが生きてるものの定め。そうか、ライムがの。喜ばしいことでございますな。復活の時も近うございます。長かったの。はい、わしはひどい男だの。上様、信じようではありませんか。彼らを、新たな時代を築く彼らを。